皆さんこんにちは。本日はイマリ城をご紹介します。イマリ城は現在の佐賀県伊万里市にあります。昔の比善の国です。アクセスとしてはイマリ駅から徒歩15分ほどです。駐車場は見当たりませんでした。現在のイマリ城は城山と呼ばれ公園になっています。私が行った時、整備されている方が数人いらっしゃいました。 城を守っていただいてありがたいです説明板によると伊万里富士や市街地を見晴らす継承の地桜の名所として市民に親しまれているそうです伊万里城の歴史については現地の説明板と概要欄に記した参考文献を参照しております伊万里城は中世に伊万里浦を治めた松良と伊万里市の居城とされています鎌倉時代の初期 伊万里市の祖である峰昇が築城者と伝えられています現在は伊万里川の福岸高さ約42メートル南北約270メートル東西約130メートルの丘に位置していますが当時は伊万里湾に突き出した岬状の地形で湾内を展望する絶好の場所だったと思われています伊万里市は伊万里以外にも領地を持っていたとされています 峰開く譲り上案により、福島、屈止まりなどを、峰開くが今里氏の祖、峰昇に譲ったことがわかっています。詳細は今里文書をご参照ください。同書には今里氏が鎌倉時代、原稿の恩賞として、神崎の庄の一部を領地としたことも記載があり、秘禅の国御家人であったと思われています。松原島の有力な家だった今里氏でしたが、 天正四年、西暦1576年、今里兵部太夫治の時、佐賀の戦国大名を龍蔵寺隆信に攻められて、今里城は落城しました。現地の説明版によると、北東側の陣内の丘に鶴上城ゆかりの霊と刻まれた石碑があり、戦死者の供養碑と考えられているそうです。今里治と龍蔵寺隆信については、北非戦士にも記録があります。 延正5年6月、流蔵寺隆信が平戸の松良秘前の神重信をはじめ下松良を征伐するために大軍で出陣し、今里に着陣したところ、今里治が一番に和を求め下場したこと、平戸の重信や宗家の松良丹後の神も、家人の池田武蔵の神をもって和議を求めたことが記されています。下松良はことごとく流蔵寺隆信の軍門に下り、 里市をはじめ平戸松政氏や後藤隆明を従えてその儀軍の大村丹後守住忠を攻めたとされていますこのように北非戦士では大きな戦いはなく和議で終わったとされていますが合戦があったという別の説もあると併記されていました龍造寺隆信は伊万里にて平戸の松政と唐津の旗筑前の小田部大鶴と合戦したものの 唐津の旗終わりの神が裏切って龍造寺側に組みした結果松浦側が敗北して降参者と記されています原文には「跡形もなきことなり」とありますが合わせて「もとより旗終わりの神というものなし」と記載があり合戦説には疑問が呈されていますなお北非戦士では「今まり兵部太夫」ではなく「兵部昭遊」とありますが いずれにしても同じイマリ治と考えられています。他に佐賀県が発行した佐賀県市では、イマリ市を討って下しと簡素な記載となっており、合戦の有無など詳細は記されていませんでした。イマリ城は約400年間、イマリ市の居城として栄えました。今もイマリ市の中心地として、多くの人が住む地となっています。イマリ城の登録には、 中須賀佐の城定務の創建と伝わる伊万里市の守護寺円通寺が今もあります佐賀県の西部唐津や有田に行く場合だけではなく福岡方面から佐賀長崎へ旅行する場合伊万里城にも寄ってみてはいかがでしょうかご視聴いただきありがとうございました